ガクト、おかえり。兄さん、今帰ったの？今日はたまたま講義が長引いて。大学生だったハヤト兄さんは幼稚園が終わる時間までに毎日猛ダッシュで帰宅していた。兄さん、まだ寝ないの？起こしちゃったか。幼稚園のタオル、新しいの作っといたから明日持って行ってな。兄さん、タオル、お店で買ったの持ってくる子が多いよ。名前もマジックで書いてる子がほとんどだよ。さようなら。ハヤト兄さん、いない。ハヤト、飯の後ずっと寝てんぞ。寝かせてやろうよ。保育園に変わってもいいんだけどな。ハヤト兄さん、バイトも辞めてしまって時お給料でおもちゃを買ってきてくれたっけ。美味しそうにしていたのに。僕がもっと大きかったら。兄さんの帰りを待って。入れないのか。しまった、余計なこと言ってご近所の兄さんの評判が悪くなってしまう。ならばうちで待っているといい。ガクトです。そうか、ガクト君。俺は小次郎という。自己紹介もしてくれるなんて珍しい大人だ。仕方ありません、スケさん。お前たちの悪事は全て見ておったのじゃ。ああ、今何時？ガクト！最高だった。この世にこんな面白い番組があったなんて。声をかけてくれてありがとう。そうでなければ僕はまだ玄関で待ちぼうけだし。本当は僕は保育園に行った方がいいと思うんだ。そう言ってみたらどうだ。言えなくてそれを否定するみたいで。僕、ハヤト兄さんを見ていると辛いんだ。僕がまだ小さいからいっぱい無理させないといけなくて。僕がもっと大きかったら。そう慌てて大人になることはない。子供の時間は有限で貴重なものだ。心がとても軽くなった。ありがとう。ガクト、ガクト。ハヤト兄さん。ガクト、ごめん、ごめんな。いいんだ、僕小次郎さんのとこで遊んでたから。よかったらガクト君を幼稚園の後うちで預からせてもらえないだろうか。結構です、ちゃんとできますから。今日はダメだったけど、これからはしませんから。兄さん、僕小次郎さんのところに行きたい。僕彼と友達になったんだ。一緒にいるととても楽しいんだ。だからお願い。おはようございます。お言葉に甘えてもいいでしょうか。もちろんだ。